様でございます。生活保護から1億円というねシリーズが半年ほど続いたんですけども、まあ私はねもっと別に表現したいものがあって、まあ、これも匿名でいかないといけないんで、今回その秘匿性をねかなり高めていかないといけないんで慎重になってるところなんですけども、まあいよいよその時が来たかなと思ってね、まあ、いわゆる裏社会といいますかね、まあもうはっきり言いましょうか、元ヤクザの方が私のところに来て、でなんとか人生をね再生させたいということで数年前から一緒にやってきたことがあるんですよ。で題してですね、私が広島に住んでいた時の、まあ、ちょっとしたご縁のある方です。広島ヤクザからツイッターアフィリエイトで人生大逆転、両親との和解も果たした、まあ、そんな話になっております。ちょっと長いんですけども、まあ、どうしてもねこれを機会になんとか久保塾長の方から似たような人の励みになると思うんで紹介してほしいということで、まあ、この方特に匿名というのが、私がね利益共有に当たってしまう可能性があるんで、一つの物語として創作としてお話しくださればということだったんで、まあ私もその方とのねやり取りを繰り返しながら一つのストーリーみたいなものにまとめてみました。ですんでね、物語だと思って聞いていただければと思います。まあ実録ツイッターアフィリエイトで元ヤクザの方が生活再建ということでございます。この方はね50代の男性で、ヤクザ脱却後の苦難とツイッターアフィリエイトの出会いっていうことについていろいろと原案をね私の方に伝えてくださいました。かつて広島県内を拠点とするヤクザの、まあ、組員だったね構成員だったその A さんです。この50代という年を迎えて組織での地位とか収入に限界を感じ始めたわけなんですよ。で組織を離脱することを決意します。しかしまあそういったヤクザ社会以外での生き方が分からずに、社会復帰はまあ困難を極めたわけなんですよね。ご存知の方もいると思いますけども、私広島市内本通り界隈八軒堀流れ川にいた時期がまあ十数年20年弱かなありまして、だいたい20代、そうですね、30になる前から45歳までいたんですよね。だからもう20年突破してますね。なんかねちょっと腰掛けていたつもりだったんですけどね。まあその中でやっぱり夜の商売をすることも多かったり、まあ流れ川とかね部屋銀堀の方との関わりも麻雀業を中心に飲食店ね、そういったところでかなり深く持ちましたんで、まあこういった方との付き合いもね出てくるわけなんですね。でこの A さんなんですけども、まあそういったヤクザ稼業をしているわけですから、当然ですけども家族との断絶、ご両親ですよね。この方は島根出身だったと思うんですけどもね、島根から広島に、飛び出してきて、であれこれしているうちに、まあ、ヤクザになってしまったっていう、そういうふうなね20代だったらしいんですよ。だから30年前っていうとまだねヤクザっていうのも勢いがあって、もう本当にねヤクザが今みたいに衰退するなんていうのはまあ思ってなかったでしょうね。覚悟していた人はいると思いますけども、暴力団新法などで、でも打ち破りながらやっていくんだっていう意欲に燃えて、この A さんもねその組織に入ったと思います。で経済的な困窮があったりとかね、それから孤独に苛まれたりとか、絶望の淵に立たされながら40代の後半から50代を過ごしたらしいです。まあ構成員もどんどん減っていったりとか、出世のチャンスもなくなったりとか、資金的にちょっと苦しくなったりとかね、どんどんしのぎも制限されていって、やっぱり暴力団新法っていうのがね活動をほとんどできなくさせちゃったところがあるんじゃないかなと思います。20代の頃とは全然40代から50代にかけて環境が変わったってことなんですよ。でもこの方の人生は社会に出てほとんどがヤクザ生活でした。長年続けてきたヤクザ生活の影響で、先ほどお話したように両親とは疎遠になってしまいましたしね、経済的な困窮もどんどん進んでいって、年を取れば取るほどお金がなくなるっていう状況だったんですよ。で深刻で本当に生活費を稼ぐためにアルバイトを掛け持ちしたりとかね、まあ、しかし立場が立場なんで、まあ、まともなアルバイトなんてのはなかなかつけないという現実、それが A さんをどんどん追い詰めていったってことになります。でそんな絶望の淵に立たされている A さんなんですけども、やっぱり
根性があったんですよね。なんかチャンスがあるかなと思って諦めなかったんですよ。で、ある時独学でネットビジネスについて学ぶ、そんな時期が来たわけなんですよ。インターネットで情報収集を続ける日々を過ごして、ある日ツイッターアフィリエイトっていうものをね、出会ったらしいんですよ。で、これは私がね、直接関わる前なんですけども、で、ツイッターアフィリエイトとの出会いが人生の、転機になったってことなんですけども、ツイッターアフィリエイトっていうのはね、ツイッターを利用して商品とかサービスを紹介して、その販売促進の手数料、報酬を得るビジネスモデルなんですね。で、 A さんは長い文章も書けないし、作文もできないし、なんせ言葉をそんなに知らないんで、この短い文章で勝負できるツイッターってものがなんとかなるんじゃないかなっていうふうに思ったらしいんですよね。で、この A さんはツイッターアカウントを開設して、で、試行錯誤するんですけど、やっぱりうまくいかなかったんですよ。その中で、アフィリエイト、ツイッターアフィリエイトっていうことで検索するとね、同じ広島市内に速稼塾ってのがあるのを知って、自分こんな立場だけどどうかなっていうことで、私のところに連絡くださったんですよね。そうしたら当時私もね、ちょっとそんなにまだ生活が立て直せてないところで、いわゆるそういった関係の方とも関わりがあったんでね、そんなに私は抵抗がなかったんですよ。で、人生再建をしていきたいということでご相談いただいたことはよく分かったのと、その方 A さんははっきり言わなかったんですけども、もしかしたらこの人ちょっと家業の人かなと思ったんですが、その辺はあえて聞かずにね、50代の方っていうことだけで、そのツイッターアフィリエイトに協力させてもらったんですけども、で、このツイッターアフィリエイトね、 A さんが独学でやった部分を聞いてみたら、一生懸命やってるのはいいんだけども、全然やり方が違ったんですよ。ですんで、私の方からツイッターアフィリエイトのやり方をね、ちょっとご案内させていただいて、もちろん速稼塾には入塾していただいてね。で、そこからツイッターアフィリエイトが、めきめきと力をつけることになるんですけども、どういったノウハウでツイッターアフィリエイトを成功させたかっていうことは、別の動画でね、これ無料公開動画でやっていこうと思いますけども、結構ね、このツイッターアフィリエイトって、多くの人が見過ごしてるんですけども、当たりやすいんですよ。当たりやすいんで、それを具体的な方法は非常に簡単なんだけども、ほとんどの人が知りませんから、今度ね、別動画作りますんで、このツイッターアフィリエイトで人生を逆転した方法っていうのは、大体私のところに来て学んだ人同じです、やり方が。だから今この動画をご覧の方もね、同じようにやったらうまくいくと思いますんで、それは大丈夫ですで、結局ね、この A さんは私と一緒にツイッターアフィリエイトに取り組んで、当然最初はそんなにすぐは結果出なかったんですけども、大体1年ぐらいじゃないですかと。で、1年とか2年経つとトレンドが変わるんで、この方法よりも別の方法をね、探していくことになりますよってことだったんですけども、大体1年後にはね、月収100万は突破したんですよ。月収100万がずっと続いてるわけじゃないんですけども、月収100万突破して徐々にね、20万30万と上がってきて、で、40万の次がもう大体80万、90万、100万という感じだったんですよね。大体そういうふうにね、ボーンとね、ブレイクするんですよ、アフィリエイトっていうのは。だからいつも私アフィリエイトやってて思うんですけども、月収50万時代とか60万時代って案外ないんですよ。なんか抜けるようにポーンといくんですよね。それから大体、7、80万で安定して、あとは自分の生活のペースに合わせて、4、50万で落ち着けるみたいなのがね、いいのかなと思います。こう、ぐーってやって、ポーンと抜けて、ちょっと落として、この辺で、生活と自由な時間と、アフィリエイトとのビジネスの、間合いを取っていくって感じです。何でもそうなんですけども、ツイッターアフィリエイト一点で、ぐわっとやるとね、アルゴリズムが変わった時に一気に何もなくなっちゃうんで、わざと力を落として、ツイッターアフィリエイトから力を抜いて、別の方法で稼ぐようにしていくっていうふうなのが、私のビジネススタイルなんですよ。一個うまくいくようになったら、別のやつをすぐにね、二本目の柱を作っていくために、そのうまくいった、今回だったらツイッターアフィリエイトから力を抜くって期間を持つわけなんですよね。だから抜けた時の次が、そのチャンスなんですよ。抜けたと思ったらね、売り上げ抜けた、100万超えたと思ったら、大体100万が、一つの目安になるんですけども、100万超えたと思ったら、あえてそれを50万まで落として、で、浮いた50万円分の活動量で別のことをまたね、ゼロから柱を立てていくっていうふうにするんですよね。で、ツイッターアフィリエイトで、この A さんは生活が安定してきたんで、両親との和解も果たすんですけども、
A さんの生活ってのはね、やっぱりツイッターアフィリエイトで大きく変化したんですよ。経済的な困窮からまずは解放されて、安定した生活を送れるようになったんで、まあいろいろと余裕ができたんですよね。で、経済的な安定とともに疎遠だった両親との関係も改善に向かうというふうに聞いてます。定期的に両親と連絡を取り合って、時間を見つけてはね、島根の方に帰るようになったという、そういう余裕も生まれたんですよ。で、当然その頃にはもう完全に構成員としては脱会届を出して、それが受理されてね、ツイッターアフィリエイトで基本的には毎日暮らしてるってことになります。そして今は多分もうね、ほとんど島根に帰った生活なんじゃないかなと思います。ご両親とは和解を果たして、長年抱えていた心の重みがもうようやく解けたというふうにその方はね、最後にまとめてくださいました。まあ、A さんは新しい人生を今は歩んでいて、まあ、私とはね、直接の今関わりはないんですけども、でもいつかね、こういう話ができないかなと思って温めていたのを今日お話したって感じになります。本当にね、 A さんね、ドンパチやってた時期のことは私知りませんけども、結局、そういったヤクザ組織にいてもやることがなかなかなくなってきて、で、上納金も滞納して、その上納金の対応をね、理由で、なんかこう、叱責を受けたりとか、なんかね、立場が悪くなるってことはもうすでになかったみたいです。ほとんど上納金なんて誰も作れない状態になっちゃったんで、それこそ細々とお互いにやっていると。そんなところでね、もう、いくらね、切った張ったって言っても通用しない時代なんで、どうやって今日日々を生き残っていくかとか、まあそういうふうなね、まあ、沈みゆく船に乗っているっていう状況なのかなと思いますね。まあもちろんこれ感想、私の感想なんでね、今現役でそういったところにいる方がね、もしかしたらあんまり私が勝手なこと言うと怒るかもしれませんけど、でもこういうふうにヤクザのね、構成員として生きてきた二十数年間だったんだけども、ツイッターアフィリエイトっていうものに出会って、それをきちんと結果が出る形で運用した結果、1年ぐらいでそれまでの人生から別のね、新しい人生に乗り移ることができたっていう一つの例だと思うんですよ。で、こういった経験っていうのは多分私がこうやってお話しすることによってね、多くの人に希望を与えるんじゃないかなと思いますし、困難に今直面している人に、なんか勇気とかを与える、そんな力を持っている A さんの体験じゃないかなと思います。そうなった時に A さんが今までね、忸怩たる思いを抱えながら過ごしてきた20代、30代、そして40代、こういったものに少しでもね、なんかこう安らぎを取り戻せるんじゃないかなと思います。私なりに今回のエピソードで教訓としていたものは、どんな状況でもね、諦めずに何かをすることで何かが残るってことだと思うんですよ。で、新しいことに挑戦する勇気を持つことです。特に今までやってこなかったことを始めてみようっていうのは、とってもすごく勇気のいることだと思いますけども、でも結局そうするしかないんですよね。考えてみたら、この方が A さんがヤクザの世界に飛び込むっていうのも、それまでとは全く違った人生に挑戦したってことかもしれません。そしてその組織を抜けるっていうのも大きな挑戦だったと思います。人生ってのは未知の世界に挑戦する日々のことなんじゃないかなと思うんですよね。で、教訓の3つ目なんですけども、やっぱり家族の絆を大切にするってことかなと思います。もちろんヤクザ組織っていうのは一つの社会的な疑似家族ではあると思うんですよ。で、そこで本来の肉親よりも強い関係を持つっていう時期はあったでしょうけども、でもその言ってみればね、ヤクザっていう組織も、まあ、お金がなかなかなくなってくると辛い場面に追いやられることもあって、まあ、そんな時にどうしても思い出すのが実際の家族なんですよね。もともとヤクザの成り立ちっていうのは、戦災孤児などで焼け出されて、もう親も死んじゃった、どこにいるのか生き別れで行方不明っていう人が生きていく術として肩を集まって家族みたいに寄り添っていったのがその成り立ちだと思うんですよ。でも現代ヤクザっていうのは、両親は元気なんですよね。元気なんだけども、そこを飛び出して自分の腕一本で生きていく道ということで、まあそのヤクザの道に入るって方もいらっしゃるんで、戦争で焼け出されてもそれしかないっていうことではなくてね、まあ家庭に問題があったりとか、なかなかね、
家族とうまくいかないっていうところからヤクザの道に入るっていう人もいるんですけども、まあ、だいぶヤクザ組織に入る動機も変わったのかなと思えば、ヤクザを辞めても行く場所があるっていう人もいるんですよね。で、行く場所はあるんだけども、それまでの自分の暮らしを考えていくと、とても両親に顔向きできないっていうところだったんですけども、心を入れ替えて、そして新しい人生の舵を切った時に、両親と和解できたっていうのは、私的にはね、ビジネスに限らず、まあいろんな面で A さんの姿を見て、ああ、速稼塾があってよかったな、私も速稼塾で学ばせていただいてるなっていうふうに思うことになった、そんなエピソードです。で、最後にまとめさせていただくとね、 A さんのこのエピソードってのは、まあ私たち一人一人に勇気と希望を与えてくれるんじゃないかなと思うんですよ。そして困難に直面している人々に、今回のこのね15分ほどの話がなんか残ればいいなと思っています。そうすることが A さんの望みだと思うんですよね。はい、ということでね、A さんが今多分島根に帰ってご両親と、まあ、平穏な日々を過ごしていると思います。A さんは独身で今もう60代直前ぐらいだと思うんですよ。でも50代のある一定期間私と一緒に過ごしてね、何かをしようと思って何かを成し遂げた、まあ、その思い出はきっとその A さんの心の中にこれからもね、まあ、灯火を灯し続けるんじゃないかなと思います。はい。で、最後一言。A さんから私へのメッセージなんですけども、おかげさまで、親父もおふくろも生きてるうちに、自分のこういう姿を見せることができたのは、塾長のおかげですというふうに言ってくださいました。ですんで、親の葬式にはぜひ来てもらいたいというふうに言ってましたね。はい。まあ、どのぐらいまでね、そういったヤクザの構成員、元ヤクザっていうレッテルが世間からそして法的にも貼られ続けてるのか分かりませんので、こういった方を紹介する際は特に私も慎重にならなきゃいけませんけども、だけどもこの方がね望んでる人生をその瞬間その瞬間送れることが、まあいわゆる社会の役目なんじゃないかなと思いますよね。で、社会っていうとものすごくねふわふわっとして誰のことを言ってるのか分かんなくなりますけども、私も社会の一員だと思いますんで、今回ねやっぱダメだったじゃなくってなんとかなったっていう方向に言っていただけたのは私としても非常に嬉しいなっていうところですね。はい、それでは今回元ヤクザの方がツイッターアフィリエイトで、こうなりましたよっていうことのね、思い出話でございました。 A さんやっと動画にできました。どっかでねこの動画見ることがありましたら、他の方に勇気を与えてると、まあそういうふうに私は思いますんで、 A さんの体験本当に良かったなと思います。それは A さん自身にも良かったし、 A さんのご両親にも良かったし、今回のストーリーをここまで見てくださった方にも良かったんじゃないかなと思います。それでは以上です。ありがとうございました。